前回までのあらすじ。ゴールデンウィークにツーリングに行ってきました。もう今月終わるんだが話題が古くないか。うるせえ。某アニメで出てきた豚串をつまみつつ大井川を堪能してきました。ツーリングといえばバイクを思い浮かべますが、いろんな場所を巡りながら旅をすることを言うので乗り物の種類は関係なかったりします。次回ローちゃんの趣味日記シーズンインスタを。はい、どうも皆さんこんにちは、ローちゃんです。今回はインドアンタイウスの割り出しの動画ですね。こんな感じで、前回ねアンタイウスの産卵セットの動画を出して、今回ねこの割り出しの動画で、次にね幼虫のエリカの動画を出すんですけど、で今回はねその 2段目ってことでね、割り出しのね動画です。でセットの内容的にはね、この前組んだセットとね、もう全く同じ内容、マットをね、片詰めするだけのないセットですね。で、産卵のね、セットを置いといた温度はね、だいたい20度から23度とか、そのくらいの温度のとこにね、置いておきました。で、これセットを組んだのが、去年のね、秋頃ですね。で、10月にメスを抜いて、で、今、こうやってバラしてるのがね、去年の12月ですね。もうちょっと半年くらい前に撮った動画をね、温めて、今ね、動画にしてるんですけど。で、幼虫も見ましたね。こんな感じ。もうね、二例の中頃くらいにね、なってる幼虫がね、結構こうやって出てきました。で、このくらいのサイズだとね、もうそのまま禁止瓶へ投入でいいかなと思います。今画面に微妙に映ってるのでもね、まあいいかなと思いますけど、今拾い上げた幼虫はね、ちょっと禁止瓶入れるには早いかなって感じがしますね。あんまり書類とかで入れちゃっても、あんまりなんていうんですかね、菌糸を分解する能力がないのか、うまくね育ちがいかないというか、成長が遅いというか、そんな感じがするんで、二例の中頃とかね、そのぐらいになってから入れちゃえばいいかなって思います。で、こうやってね、いろいろ出てきます。で、セットの時も言ったんですけど、だいたいね、ワンセットで20匹くらい、ショーケースでね、そのくらい出てきたらね、いいかなって思います。だいたい20匹いればね、次の類代にもね、支障ないですし、個人でやってる分にはね、全然問題ないかなって思います。で、この時はね、ただ1セットじゃなくて2セット組んで、で、1セットがね、あんまりうまくいかってないかなって感じしたんでね、もう1セットね、組んでます。で、どんくらいだったかな、もう1セット組んで、で、こっちの方のセットもそんなに数は取れなかったのかな、結局20匹ちょうどぐらいしかね、取れなくて、まあ結果的ですけどね。本当はね、もうちょっと取れててね、取れすぎたらどうしようと思ったんですけどね、まあ、20匹なんで、まあ、他にもね、ブータンアンタイウスとタイアンタイウスが控えてるんでね、あとマレーか。なんで20匹いればね、ちょうどいいかなって感じですね。4産地やってるとね、20匹取れてもね、全部で80匹。で、禁止瓶でね、80本欲しくて。で、まあメスなんかはね、2本目はマットにしちゃったりとか、オスもね、最後はマットにしちゃったりするんですけど、それにしちゃってね、結構な数のね、禁止瓶を使うんで、あんまりね、取りすぎちゃうと、私が破産します。正直ね、今年はちょっとね、車の買い替えとかを考えてるんでね、正直あんまりお金をね、出したくないっていう、ね、そういうのがあったりしてて。で、画面の中に映ってるこのルアーケースみたいなやつですね。自分結構使うんですけどね。これがね、1個でだいたい10匹入るんですね。で、この中にね、マットも入れちゃって、1時間利用のね、ケースとしてもね、使ってますんで、これね、結構個人的にはね、プリンカップをいっぱい持ってるよりも重宝するかなって思ってます。で、まあ割り出しなんでね、まあ割り出しのね、情報はね、こんなところでいいかなって思っちゃいますよね。基本ね、このジャンル、クワガタとかカブトムシのジャンルってね、類代飼育してるとどうしてもね、毎年毎年ね、同じサイクルになって、で、動画がね、どんどん被ってきて、って感じになっちゃうんですよね。
で新しいことやろうにもね、結局今飼ってるやつをやめないと新しい種類とかできなかったりしてね、無限に増やしていけるわけでもないですしね、まさかね虫のために家を一軒買うっていう財力もありませんので、うちのチャンネルはねこうやって繰り返し繰り返しでね毎年やってってる感じですね。だいたいね見てる人たちはもう飽きてるかもしれないですけどね。という感じでね、ちょっとこっから先はね雑談になるのかなって思っちゃいますね。でこの前ね茶番でも語ってるんですが、ツーリングへ行っていたんですね。私はですね静岡県にね住んでるんですけど、まあそのおかげでねトップガンさんに行ったりとかね、2時間くらいで行けるんでね、まあいいかなって思ってるんですけどね、大井川鉄道のね上の方千世駅までちょっとツーリングに行こうやって誘われたんでね、ちょっと友人と一緒にね車何台だろう結構の台数でね行っていたんですよね。でまあ県内に住んでてもねあんまり大井川鉄道のね上の方へは行く機会とかなくてね、今回はね結構上の方まで行って五条駅まで行かな、それでもで帰りにね川根温泉のバイキングでご飯を食べて帰ってきたんですけどね、まあなかなかね道がねやっぱねしんどいですね、まあ、台数がいたっていうのもありますけどね。うちの車ね馬力がめちゃめちゃあるわけじゃないんでね、やっぱ上り坂とかがきつくてね、まあ、大変じゃ大変でしたね。で一緒に行く車がねロータスとかねスバルの WRX とかマセラッティとかそういう車が多かったんでね、ちょっと馬力的に大変でしたね。って言ってる間にね画面の中ではもう割り出しがね終わりました。で10匹とあと何匹だ、あ閉じちゃった。で7匹か17匹どれなんですかね、このセットから。で容器にね今3玉って書いてあるんですけど、これ卵を管理した時のやつですね。こういうのね残ったままだとねラベル落ちの原因になるんでね、こういうのは気をつけて、今ねパースクリーナーからねこう液を出して拭いてますね。ちゃんと消しておきましょう。で今回はねこんな感じのね動画になります。インドアンテはね20匹で今年スタートです。でまあ今年に90ミリは出たんでね、まあ来年はもうそんなカリカリやらなくていいかなと思ってるんで、80後半出ればいいかな、そのくらいでねやっていきます。次回はねこの幼虫を禁止瓶に入れてそれの交換ですね。